ストロンボリの回線、または第二次ストロンボリの回線、アリクーリの回線、ミラッツォの回線は、仏蘭戦争中の1676年1月8日、ティレニア海にあるエオリア諸島のアリクーリ島沖で行われた海戦。アブラハム・デュケーヌ率いるフランス艦隊とミヒール・デロイテル率いるオランダ艦隊の間で行われたこの海戦は決着がつかず、両軍とも勝利を宣言した。仏蘭戦争の最中、スペインの統治下にあるメシーナが反乱した。1674年、海上封鎖を受けたメッシーナは、フランス王ルイ14世に助けを求め、ルイ14世はそれに応じて、ジャンバッティスト・ド・バルベル率いるフランス艦隊をシチリア沖に派遣した。翌1675年に、デュケーヌが代わって指揮した後、1676年には、モルトマール公爵が指揮した。その後、青色艦隊は、デュケーヌが指揮、白色と、青色艦隊は、プルイ=デュミエールの艦隊の指揮官が指揮した。反乱軍の補給、特に小麦の補給は船体でしかできなかったが、スペイン艦隊は船体による補給の阻止に失敗した。オランダは敵の敵は助けるべきと考え、ミヒール・デロイテル提督率いる艦隊を地中海に派遣した。1675年7月26日に、オランダ総督ウィレム3世がロイテル宛てに書いた手紙では、スペイン艦隊を探して、オランダ艦隊と合流させて、神の恩寵により、メッシーナをスペイン王に服従させるよう命じた。しかし、オランダではこの戦役に対する興味が薄く、オランダ艦隊の装備は貧弱だった。ロイテルは、オランダの内政においては、ウィレム3世の政敵であり、彼が派遣されたのもそれが理由だった。二人ともこの任務の完成が不可能であることを知っていた。モルトマールはスペイン軍の補給基地であるアウグスタを奪取してシチリア島の南岸を監視しようとし、1675年8月12日に成功した。オランダ艦隊は同年12月20日にミラッツォに到着した。リーパリ島に火が灯ったことが信号となり、ロイテルはフランス軍の接近を知った。1月8日の朝、両艦隊は、シチリア島の北海岸から約20リーグにて、相対した。風は弱く、西へ吹いていた。両艦隊の戦列の方向は、南西のパレルモに向けており、その距離は約 1.5 リーグあったため砲撃の射程外にあった。フランス艦隊が、風上の位置にいたため攻撃開始の時刻を選ぶことができた。午前9時。フランス艦隊が攻撃を開始すると、両艦隊とも砲撃を開始した。砲撃により一部の船が損傷、戦列から離脱して応急処置をしなければならなかったが、両艦隊の戦列とも規律を保った。フランス艦隊は河川3隻を使用したが効果がなかった。夜にはスペインのガレー船がトゥールビル伯爵を艦長とするルセプトールに砲撃したが、トゥールビルは36ポンドの火槍砲で反撃した。スペインのガレー船は攻撃をやめてオランダ船2隻を牽引した。オランダ艦隊はそのまま撤退、フランス艦隊に見られている最中に北東のストロンボリ島に向けて撤退した。この海戦は戦術的には決着せず、戦略的にも何ら成果をもたらさなかった。両軍とも勝利を宣言、決着は後のアウグスタの海戦とパレルモの海戦に持ち越された。この戦闘に関する近年の詳細な研究はわずかしかない。かろうじて以下の文献を参照することができる。より古い文献はより詳細に記述している。ありがとうございます。